はようございます。キング観光サウザンド金山店さん。帰りを、ああ、ここにすっか。はい、喜ばしいことなのか何なのか分かりませんが、天敵、僕がぶち壊したい台の一つが取れてしまいました。はい、おはようございます。ということで、本日6月9日朝9時開店、ジャイロ君やってまいりました。またジャイロ議員、ジャイロさん実践来店。まさかね、もう一回呼んでいただけると思わなかったです。今回実践にあたって嬉しいお声をねいただきまして、妖精さんからなんと、前回ほら TOKIO を打ったんですよ。 TOKIO の中によかったら見ておいてください。ためになることも話してると思います。 TOKIO を打ったところ、なんと羽物の稼働が上がったと。いやー、影響力そこそこあるんだ、ありがとうございます。見ていただいて、打っていただいて、稼働が上がったのは僕が打ったからってのももしかしたらあるかもしれないけど、結果的に今もその高稼働が続いてるということなので、それはもうキング観光サウザンド金山店さんの努力の結果。羽物は本当にちょっと手抜くとすぐお客さんいなくなっちゃうんですよ。稼働が上がってるってことは、いい台がしっかり置かれてるということです。今日店内チェック楽しみですね。始まりのうち金山で因縁の台が一騎手がございまして、ドゥルルルルルルドゥン、セイントセイヤ、もうサムネイル分かってるね。そう、セイントセイヤ、あいつとの因縁をに型をつけねばならないと思って、もともと今日二段構えでした。抽選の番号が良くて取れそうだったらセイヤ、ダメだったら織田手豚か窓かまぎか、パチンコのねまだ打ててないからどっちかにしようかなと思ったんですよ。そしたら番号24番で取れました、セイントセイヤです。怖いな怖いなと思ってるけど、アームでなんとかするんですよね多分。あれ僕のイメージだとね、天井まで連れてかれて、ジェネラルバトルでセイヤさんがわーって吹っ飛んでまた天井まで入れ直してのそのループだと思ってて、解説あまり期待しないでください。ただ5号機のは 2,3 回打ったのでそこそこ分かっております。そこそこ、まあ、解説よりも僕の悲鳴に期待してみてください。というわけで実戦開始まで、ドキドキ。はい、ということで天敵セイントセイヤ君を打っていきましょうね。カスタムがまずあるようで、ここを押してください。そうするとね、モードが初代と通常と選べます。さっきペガサスマコインズの目が光るやつで出やすい通常、出てる場合の信頼度、まあこれ全部ね今日は最初デフォでやろうと思うんですけど、ここら辺いじくれるということで、ひっそり告知演出が、ここ日時計のど真ん中に太陽いるんですけど、こいつの目が光れば何かしない、当然まあ告知ですね。でこれも普通、トスフェニックス出やすいにしたいけど、全部デフォでいきたいと思います。で基本的にはね、あの5号機とリール配列とかも一緒だそうです。で設定は 1、2、3、4、5、6 全てあって、一応3で 100%、 4で 105% と、まあ、4から一応期待値はプラスになるんですが、僕はこの台の期待値は合ってないもんだと思ってるんで、もう 今から帰りたいぐらい。で朝一設定変更されてたゲームの恩恵がいくつかございまして、こっちに表を貼ってもらおうと思うんですけど、このような恩恵がある朝一設定変更狙いでまず立ち回るのも一つの手なんじゃないかなって。で3000ゲーム AT に入らないこととかもあるって言われるけど、もともと僕そういう台だと思ってたんで、あやっぱそうなんだとしか思わなかったですね、正直。だから打ちたくなかったんですよ。あれね、コスモチャージが1000いった時に入ったから行くんじゃないかって思ったんだけど、確かにパチマが見たらなんかのタイミング、なんだっけ、ちょっと狙えて出てるけど、ちょっともうちょっと入っちゃった、ちょっと期待した、もしかしてと思った。ただよく分かってないんで、フェニックスチャンスはチャージ全調子の昇格演出に当選した場合になると突入、とりあえずもうジェネラルバトル当選は濃厚なんだよね。これ揃っちゃえば AT だべ、よっしゃ、わけも分からず入ったよ、プロ。フェニックスに敗北はない、
いやコスモチャージ1000でこれでコスモチャージ行ったらフェニックス行くんじゃないかと思ったら行ってしかも一発で。何これ普通に普通なのこれ。あ、セレクションスの3分の1で行くんだ。ごめんね本当わけも分かってなくて狙う。多分これ挟み撃ちすると威嚇出せるんだろうね。でも普通にドン無理や。今のは俺気合い入れたよレバーオンに。何も聞こなかったけどセイントアタック、セイントアタックとったすごい。おナイスジャッチェリー すごいんじゃない。いやわ無知って怖いね。そうでね、あの5号機の聖夜も初めて撃った時のが金山だったんですよ。でそこで1000ウォーズ引いたんですよね。わけも分からず佐々木にお前それすげえよって言われて、え何がすげえのって。で周りの人もすげえよって言ってたけど、その後事件が起きました。その事件はね後ほどまたお話しようと思ってたらスイカじゃないっすです。日時計アタック、あこういうことか。100超えた、よし200も超えたらでかいんじゃない。190トータル401。ちょっと待ってもう取れたか取れちゃったんじゃないのこれ。あ今ちょっとしっかりと叩かないとダメ。ちょっと待ってちょうりゃまだ上乗せが欲しい。よしナイスナイスナイス、よし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 、でかい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 、無理や。なんかすごいことやったこれ。せいやって初打ちでなんでこういう俺はわけわかんないことすんの。うん、金だったらこっちに行くんだ。パワースピードバランス、これ神はバランスの中か。キャラカスタムこれねサソリ座だから見ようかな。でも上乗せタイプの特徴ゴールドセイントのキャラは選択可能。シャカで行こう、キラプッシュ。モジル変わらなかったんで大丈夫ですか。それにとって強くない笛のやつだよね。アルデバランこいつに負けるんだよ。天部放輪とかかましてくれ。明治閉じてダメでしょ。えこれ攻撃してるの大丈夫。おおさすがシャカさん、いいですねいいですね。これクリシュナ、あでも赤 VS なら大丈夫でしょ。やべなんでおめえなんだよ。ちょっと待ってその強攻撃じゃなかったっけ。こいつに結構5攻撃でボコられたからなんか記憶がある。負けんなよ。いやシャーカーは大丈夫、これ VS 赤よ。ですよね、そっから君の限界なんだな。よかったエボーリー、よ一気この人で勝ったよね。異次元の強さだよ。全然いいです10ゲームでありがとうございます。あいいよこれならいけんじゃない。 VS の文字は変わらなかった。ナイスありがとうございます。 ありがたいありがたい。どれぐらい続くかも分かってないから、弱い人でお願いします。弱い人でナイス。好きなの嫌なら大丈夫でしょう。これはジャックだな、技名出してないから。これならさすがにシャカは負けない。それはないでそれはないでしょですよね。うん、OKOKOK。 やべ今左が押したじゃんしっかり。
やべや、もう指示間違えたから負けた。これあれでもジャック、ナイスです。よかった。あれ目開いたんだけど、全部放輪いったじゃん。あ、じゃあさっきの違うか、オウムか。全部放輪食らわしたらでかいんじゃない、これ上乗せ。かっけー、全部放輪かっけー。クリシュナ、強そうですね、強そうですね。先制はしなさそうですね。あの、弱いので流します。ナイスです、ナイスです、ありがとうございます。大丈夫でしょう。ちょっとあの演技はいいんですよ、釈迦さん。演技ですよね、演技ですよね。まだ負けない、いいですよね、よかったよかった。あ、リクドリンネか、なんて言ってるか分かんなかった。リクドリンネね。オッケーオッケー。あ、やべ、音入ってるよな、これ。音入ってなかったら俺死亡やぞ、死亡やぞ。音入ってるな、オッケー。どこで抽選してるか分かんないから常に。アイアン、まあそこそこチャンスがあるから。ナイス、ありがとうございます。ドーン、いよいよいよ、勝てば勝てばよかろうなのだ。追い打ちするのひっとくね。あんたら追い打ち食らったら、あのコッパみじんになりますよ、人間。その一撃だけでも人はひどいことになるんですけど、100円来た。やばいやばい、ちょっと待って、今どっか意識いっちゃった。ちょっとここここまだ満足していけない。ドーン、ここ伸ばさなきゃ多分ダメなんだこの台。ナイスよ。なんであんたやねん、なんか聖夜もどきじゃないこの人、顔的に弱い攻撃で。やばで、でも緑色の名前だからちょっとチャンスキャラかなと思ってるんだけど。いやーちょっと、マジかよ、これなんだろう、なんかいい音。あ、これ240にも取ったからいい音しただけか。で、なんか扉が閉まり始めてんだけど、なんかもう一丁。ああ、これでなんか、そうか、なんかもう上がってったな、そういえば。なんかの前兆だな。チャンスだぜ。あ、僕もね、次男で旬だからね、やっぱ思い出があるんですよ。ちなみにブロンズステート最強は実は旬なんだ。あ、一気が一番強いか。テピスを倒せ。いい音した、これチャンスアップってことだね。倒した、倒したんだ、また取ったんだ。あ、さっき自力で選べるのはやっぱり特別だったんだよね。だって自分で選べたらサガかシャカしかありえねえもん。そりゃキャラ選べたら、あ、キャラカスタムできんじゃん、それで。あ、でも中の人は変わんないってこと。じゃあ次佐賀行こうかな。ドン、いきなり死にそう。うお、びっくり。さあ聞かせてやろう。これさすがに逆転勝利かなんかじゃねえの。でもデッドシンフォニー食らってないこれ。サガなの。あら、またレアやつがないですね。中はデスマスクなの、結局なの。ジェミニのサガ、ドゥーン。お、どうなの、でも勝てる気しねえんだよな、ソレントなんて。またデッドシンフォニー出してきたよ、この人。すごない、その程度か、この野郎。何ゲーム、何セットか続くのかな、それとも。知らない、知らないから楽しいんだよ。だってこれ突っ込んでる動画ってそんなないでしょ。いや、さすがに3セットぐらいは続くのか。こっから先か、死ぬの。さあ聞かせてやろう。で、これで死ぬんだ。これで死ぬんだね、多分。
そりゃ1回目2回目で死ぬわけねえか。1回目で死んだら上乗せなしだもんね。そりゃねえわ。そういうことか、そういうことか。で、中身はあれデスマスクさんなんですね。あれ相手から行ったんだろう。ステージ移行するとあの特化ゾーンと全員に期待。おお。あてん誰だ、ま、あ、シャイナさんじゃん。キッキーじゃなくて、じゃあもっと、しかもいい音したし、シャイナさんなら行ったで。ブロンズ戦とアタックか。一気やシェイスイズ大量上乗せに期待ができる。春強が死ぬも強パターンの演出発生で3桁以上の上乗せがあり、春は強パターン発生で30ゲーム、強が100ゲーム。春氷河紫龍一騎聖夜って順なのかな。いやこの順だと違うか。一騎と聖夜は別格ってことね。いやまあ一騎はもう本当特別な存在にされてるよね。ボーナスチャンス。おお40来るとよ。おお巨人だ。さあこっからどうなりますことやら。おお回転ガール打った。いいじゃない。あ発展の方だ。キキの方か。大丈夫かあんた。シャイナさんじゃないけど。あーダメくせ。チャンスアップじゃねえ。おおシャイナさん愛してる。ちなみにシャイナさんはセイヤに素顔見られちゃったからね、セイヤを愛するしかなくなったんですよね。美人なんだよ仮面の下は。さあセイントアタックゲットしました。旬です。いいです。もうでここで多分この1ゲームでレア役引けばでかいってことなんじゃないかな。見たんだけど強チェリー、強チェリー、弱チェリー。なんか変わんねえんだけど、さっき引いたのと。あれ俺の予想だとでかいって思ったんだけど、カットイン強じゃなかったからか。あれ一気とか聖夜の時あれかましてたらすごいことになってたんかな。待って、あー聞きかよ。チャンスアップなし。おーっとナイスシャイナさん。おお。ナイスです。あー俺だ俺だ俺だ。でもね僕11月22日いい夫婦の日なんで、ものによっては俺いて座になるんですよね、サジタリアスに。じゃあちょっとこのままミロでいこうか。最初は勝つよねいくらなんでも、ゼロゲームだから。よく考えたらだからここでレア役聞いてもあまり上手くないってこと。スカーレットニードル、多分スカーレットニードルアンタレスが強攻撃だと思うんだけど、ちょっとよう引くねレア役。ドン10。あれここでも引いた。すげえなんか悪い顔してんな。あそこで引いとく人うまわしあったりすんのかな。似てんなおめえらクロスがよ。一回で死ぬとかあるのこれ。ないよねさすがに。アンタレス、こっから多分死ぬんだよな。セイレイはやめて。クリシュナか。輪っか作んなよ。作りはった。おおカウントダウン。ナイス見ろ。その程度かジェネラルとは。その程度か。ナイスカウンター。嬉しい嬉しい。うわセイレン、こいつ強いんだやっぱ。こいつだけ別格だと思うんだよね。ジャックでも怖いんだけど、こいつはジャックでもやばいじゃない。コミトのジャックやっぱよかった立ってくれた。ナイスミル、よく頑張ってる俺。ドン。あらお
そこで正解出たらなんかあるんか。さっきから上の世話何もしてくれへんだが。よっしゃ、いいよいいよいいよ、見ろ、ナイス。あれ間違えた、ミスを呼ば、ここで負けないでね。いや、やべやべ、もう許してくれなさそう。やっぱりカウンター、骨、いやー、やっちまったくせ、あの押し順ミスが全てを生んだ。でも頑張った方だよね多分これ。出ましたね、やっぱそうだったか。あの3枚2000プラス2200枚ってことで、今日使ったの600枚ぐらいだから、そうだね、やっぱ2800枚900枚取れればいくんじゃないかと思ったら、あ、ビッグバンボーナス完走ですね。はい、これでビッグバンチャレンジでございます。で、子役成立で抽選してて、レア役だと約5割、強レア役やあの宛名図柄揃いならチャレンジ成功濃厚と。突破抽選があって、突破でも即告知、次ゲーム告知、最終ゲーム告知と振り分けられてるんですけども、トータルするとリプレイは約 20%、 共通ベルで 10% か。ジャックチェリースイカだとトータル5割で、次ゲーム告知の割合が一番でかいですね。次即告知、最終ゲーム告知の振り分けが一番少ないというので行ってみましょう。クッ、ビッグバンチャレンジ、トータルで5割突破できるそうです。レア役、なんか振り、なんか引いた、リプレイだ、次ゲーム告知か、来い、フリーズして、うまい、この次まで行けばいい、うっそ、うまい、違う、やばい、何も聞けない、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、気をつけ、気持ちをつけよう。うん、せいや、ん、せいや、おい、ちょ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 、うわ、せいや、ここを超えればすごく熱いんだろうね、怖いね。レア役、引け、つか、おー、レアリプレイ引いた、どうりゃ、引いたろ、引いたろ、20%、引いてて、引いてて、3段階まで行った、行った、行った、目開けてフリーズして、フリーズ、目開けてフリーズして、フリーズ、しゃー、きたー、いったー、完璧な動画になった、撮ったぞ、おい、ちょっと待って、ちょっと、あ、またリプ引いてた、このリプで撮ってた可能性もあるね。で、天魔覚醒、ペガサス覚醒と日時計に1対1で振り分けられるとのことなんだけど、ちょっとすみません、落ち着かせてください。で、成功すると天魔覚醒、ペガサス覚醒か日時計か、これは1対1だそうです。振り分けが日時計の方がいいんだろうけど、高設定の方がね、1%だけ天魔になりやすい、低設定の方が日時計にややなりやすい。でも設定差ないね、こんなの。女神覚醒はビッグバンクラッシュフリーズからの移行だそうです。 0.13%、 そんなのは引けません。ドーン、これ挟めばいいんだろうけど、僕はやっぱり普通に、でも背景がね、背景 赤ってあんでしょどうせ。ドーン、お、なんか良さそうじゃん、違うか、徐々にか、まあレア役とか取らなきゃダメなんだろうね。あ、ペガサス優先権出した、まだ続くか、もう終わりか、まだ続いた、 OK、 まだ続いてね、ラストの挟む、いや一回それまで、よっしゃ揃った、まだ6かけてくれてる、よっしゃ、平均近くいった、十分十分、まだまだまだ頑張りたい、ドン、よっしゃ、この場面の時必ず成功するわけじゃない、多分これ外れたら終わるのかな、ロックが、ドン、よっしゃ、でけでけでけ、何これ何これ、すげえことになってんだけど、300いったんだから、お、
流星拳だ、水星拳出すことあんのかな。でもまだ行くの、まだ行っちゃう。せいやちゃん、せいやちゃんいいよいいよ、せいやちゃん頑張ろう。でもよっしゃ、怖い怖い怖い、まだの、これで終わり。いやすごいよねこれ、多分すごいことやったよねこれ。これは多分もう設定差じゃなくて俺の引きだよね。で残りの定ゲーム数はなくなっちゃうんだ、こっち行くと。あそこで獲得した分に なっちゃうんだ。さっき170ゲームぐらい残ってたから500ゲームぐらいあると思った。じゃあ前行かねえか。でもまあ 5.1 枚だから5000枚は超えるか。え、あでもあのせか、30 40、ナイス。70% ってなんでだろうと思ったら、そういうことか。またやってまいりましたビッグバンチャレンジ。ちょっと待って、今意識はどこ行った。行こうかせいやちゃん、ビッグバンチャレンジ。でどうやら強レア薬で突破させると、あの日時計濃厚で特殊薬で突破した場合ビッグバンクラッシュらしいな。これここせいや、もう一丁リップじゃない、クリア、何でもいいからいけ。よし、また行った。何引いたこれ、即告知の方か、レバーオンでの。なんか回んないよねと思ったら、なんか投げんだけどフリーズは。あ、そっか、突破したからか。天魔覚醒の方でしたね、ペガサス覚醒。何で突破したんだろう。ナイスリア、強中じゃねえか。さっき100何ゲーム残して終わってるから、あれ多分トータルプラス何ゲーム、さっきの残ってくれるのかな。まだまだ頑張ってね、せいやちゃん、まだ頑張って、まだ頑張って、まだまだ頑張って。うん、やべ、おーセーフ。ベル引いたからだろうね。クリア、ナイス。今のベルは値千金だよ。なんでもいいから引け。うわ引かね、うわ終わりか。プラス160どうなるんだ。さっきのとプラスして340にしてくれるのか。乾燥した後だから、あれは没収なのか。没収とはやっぱそんな都合のいい話じゃない。なかったですね、都合のいい話はないですね。でまたこれで2200枚叩き出せばいいから、150ゲームぐらいあればいけたか。おお、おお、赤いぞ。これ行ったべ、うん、いるね。一瞬しか出てこない、一瞬で十分。40、ナイス。いいねいいねいいね。さあ長かった AT もここで終わりを告げると。でこの後はジェネラルバトルかな。この場合は完走できなかったんで、覚醒行ったら再度ビッグバンチャレンジ行けるのは 70% ってなってたけど、おそらくねもう一回完走できる可能性だと思う。多分ね完走しなければこうなるんだろうな。あ、ゾック1個取ってる。アイザックか君は。でマックスベッド長押しでこのこっちもできるんですよ、フリーズ発生で。でもまあ今回バトル行こうか。
50杯以上か。マジか。 GB レベルは1から5まであって、1戦ごとの勝率がこうなっております。イオが出てきたらレベル3以上、カノンが出てきたらレベル4以上という法則もあります。で、属があるんで1戦目は突破のいただきと。で、先に聖夜が喋ればチャンスで、この時やる気満々のセリフなんで、まあ、チャンスよって言ってるし、これもチャンスパターンですね。で、聖夜が先制するときは大体第1停止とかで来るみたいですね。これまあ、族だったんでこれは当たり前か。ドゥン。どこで抽選したの2戦目。ここあっぺ。で、ここの開始画面が大事で、聖夜だったらチャンス、赤背景の聖夜ならそのラウンドを突破します。だから3戦目で赤背景の聖夜が出たら AT ラッシュいただきです。やべ、これ2戦目で死ぬんじゃない。聖夜ちゃん先に喋ってね。うわー、かん、あーダメだ、通常セリフだ。あーダメだ、先制しね。さあ、このあとジャックと強がありますけど、多分強じゃないかな。え、ジャックじゃないこれ。おい、せいやなんとかしろよ、お前ジャックだぞ。おい、耐えた耐えた、せいやちゃん、せいやちゃん耐えて。何うわーって吹っ飛んでんの。おし、今なんかナビが白かったな。ここここここ、この次この次この次、赤背景、青背景だけどせいやだ。チャンスチャンス、赤背景だったらいただけた。さあ、突破させたいですね、ジェネラルバトルさん。ドーン、せいやからしゃべって、せいやせいやからしゃべって、もうね、ほんとね、これこの台嫌いだったのこれなのよ。ここまで来てもね、殺されるから。パチンコのジャギはダメだったなってのが一発抽選だから、あえて、まあ、ケンシロウで負けようが、ジャギトッキで負けようが、ラオウで負けようが結果は一緒だったんだけど、こいつは自力でここを突破してるわけでしょ。あ、チャンスだチャンスだ。どうなのこれ、もう先決まってることあるの、わかんねえんだよ。でもとにかくイライラするの。でも行ったでしょこれ。せいや、ナイス、せいやつ、よっしゃー。これがジェネラルバトルの流れでございます。まあスルー天井もありましてね。まあそれは途中で水星拳出したんだが、説明してると思うんですけど、せいやこれ今1200-1300枚取ってるんですよ。だからここの次のラッシュで1000枚以上取れればまた完走できる。ここは気合い入れたいぜ、おい。ブーン、ビッグバンチャレンジ。え、あ、そうかそうか、ビッグバンチャレンジ行くのか。ちょっと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 、そうだそうだ、あそこで勝ったらビッグバンチャレンジだ。ドン、ここ行ってるはず。 今レバーからすげえオーラを感じた。マジかよ、ここ突破したい、ここ突破す、頼む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 、もう一回完走したい、もう一回完走したい。このなんか引け、え、ちょっと待って、何も引けねえ。リプレイぐらい引けや。おお、引いた、終わり。ええ、なんかここ引っ張った。すごい、いったんじゃないのこれ。もう一回これいったと思う。ここまでいったら強い、ゲンと一緒で。多分ここまでいったら相当強い、ここまでいったら相当強い。いやおい、これ一撃まんまいっちゃうんじゃないの。いい、もうペガサスあと1000枚、今多分1200-1300枚取ってるから1000枚ちょっとでエンディングいけるんで、200ゲーム取れたら確実。ちょっとここ一回揃えたい、一回だけ揃ってくれ、一回だけでいい、一回だけでいい、一回だけ。うっそだお前、一回揃って、よし、でかいでかい。これで80ゲームでしょ、とりあえずは。でかいよ、うん、あと6ゲームあるから150ゲームぐらい取れそう。なんかこれ緑だ、緑ちゃん初恋になって、緑ちゃんナイス、緑ちゃん愛してる。よし、これ感想いただきだべ、絶対感想いただいたろ。しかもここでも枚数もらってるしね。いよいよいけ、うっ、ナイス、でかい。また乾燥するわ、やっべやっべやっべ、ナイスです。うん、いいよいいよ、もう260ゲーム取っちゃったら、あら、復帰しやがった。もういいのに、どうせ無駄にされるんだから。これもうここまで取っちゃっても多分意味ないんだよ、あと1000枚で乾燥だから。いや、さっきと入れ替えてえな。まあ突破したからいっか、もったいねえ、これだけ取っても。うわ、もったいねえ。
取ってたらしい。400取ったけど、これ多分あと1500枚で、1500枚じゃないな、あと1000枚だな多分。だから300ゲームぐらい捨てることになるぞ。有力感いらねえ。ちょっと待って、確率なんか考えちゃいけない。まあ、空振った。もうここで強レアイク引いちまい1ゲーム1分いくん。お、なんか引いたな。いや、こうやく3段階かね。でも多分なんか引いてる。リップグン、いってろいってろいってろ。いってねえんだなこれ。お、でも引いてた。で、最終告知に回されることまでわかんないです。まだせいや、もう1段階ステップに3まで行けば多分いける。いけねえ。ベルは 10% か。でもいい、引けただけよし。うっそう、沙織さん、うん、やばいやばい。今失敗のイメージを見ちゃった。残り6ゲームとか見ちゃった。ダメ、見ちゃいけない見ちゃいけない。ゲーム差見ちゃいけない。うん、これでスイカじゃない。うわ、 50%、 どん、いってる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 、もうちょ、もうちょ、もうちょ。うわ、マジかよ。最終告知まで引っ張ってることを願ってせいや。アテナ揃っちゃうよ。うん、うわうわ、スイカで。いや、ここまでよくやったよな。一撃万枚ちょっとやりたかった。いや、もしかしてベッドを押した時復活とかない？レバーとかシューンつって。まあ、ここでまた頑張ればいいわけですね。30ナイス。あと3ゲームは早ければとか言わない。多分ね、ダメだったと思う、引けてでも。うん、狙いが出ねえ。まだ欲しいぞ俺は。ナイス、緑なら揃ってくれますよね。よし、ナイス、狙え狙え。危ない危ない危ない。ここここやべ、失敗した。あかん、まあ、190なら OK か。さあ、セイントラッシュに格下げされました。さあ、ジェネラルさん誰。ちょっと待って、お前ソレント、ソレントなのはちょっとやめてほしいんだが、これで強調とか引いたらどうなんの。さすがにこいつは無理くせえな。どうせ無理だと思うんでちょっと次一発こっちやってみましょうか。ドン、あいつは戦いたくない。15枚ナイス。なんか光ってんの。で、違和感感じたら大チャンスってことだけど。おい、エンドって来てんぞ、エンドってよ。うん、あ、で燃えたら2ターン、2ターン目に行けたってことか。今多分せいやがうわーって食らってる、食らってる、多分食らってる、あの人で、グハッつって死んでる。ここで多分そういうことだと思う。9890枚、もう少しだったな。人生2度目の万枚。はい、では店内状況でございますけども、
まずやっぱマドカマギが大人気ですね。でやっぱ島構成うまいですよね。その奥にフェアリーテイルとアリアというね強いラッキートリが入れてますね。ここをしっかり目立たせてるのうまい。で羽物もしっかり、あしかも運用もうまいよ。やっぱもう5000発いってますね、こちらの台。こちらの土京さんおめでとうございます。皆さんもぜひこちらの羽物試してみてください。はい、こちらも魔王の学院、こちらも大人気。時代はラッキートリガーであり富士商事なのだろうか。あ、マクロスも十分動いてるね。他今度こちらとあるの2もね6割ぐらい動いてるか。あとね延々のライトが目立つところに置いてあってすごく動いてるんですよ。で気になったのは、あやっぱエバース座ってるわ。俺ね前回来た時よりエバース良くなってるんですよ。だからここはトータルでしっかり損益分岐でいうと赤だと思いますね。でリゼロの鬼がかり、こっちの島もねよく見えたんですけど、ちょっと今お客さんが離れてやったところかな。ではスロット行ってみましょう。そこでバルブレイブ、バルブレイブから3000枚が1名様、バルブレイブですね。でモンキーターンがやっとが空席が出始めたとこだけど、持ちメダル5900枚、約6000枚ですね。で2つ隣も3753枚、こっち延々から最高出玉3300枚、延々のスマスロが最高出玉8359枚で、お隣も4900枚までいってますね。シバリオがすごいことになってる、9000枚いってますね。はい、名物の花花コーナー、東海名物花花コーナーね、まだまだたくさんのお客様が優位になされておりますね。今日はここかな、1800枚いってますね。合成も120といいですね。お昼に気になってたバーサスなんですが、まだねこんなボーナス確率ですね。はい、ということで、ね、全く知らないけどスペックだけは知ってて、確かこいつ69分の1だよね。で 6% ぶっ刺せば12000発の払い出しが得られる。いわゆる僕の世代がギリギリ知ってるぐらいかな。こういう孤立打ったことある人はもう40代だよマジで。ね、5000余ってるんでまず5000、トータル1万円打ってみます。で今日聖夜で爆出したらこいつって決めてたんですけど、爆出しませんでした、爆出ししました。でもねこれをなんで打つか、今日来た時絶対これは最後打とうと思ってたのよ。これはお店さんにも伝えたいところがあって、この台って 6% 引かれなければ全然出ないわけですよ。2ラウンドか300個か、払い出しが300個は12000個で、12000個得るには 6% ぶっ刺さなきゃいけないわけで、やっぱどうしてもみんな躊躇しちゃうのね。ただあの僕よく高知競馬の話をするじゃないですか。で高知競馬がじゃあなんで受けたかっていうと、あれ絶対に一発逆転ファイナルレースなんだよ、一番最後ので。それを一発逆転コーナーみたいな感じでこれを扱うべき。結論から言うとこの台ぶん回した方がいいです。ボーダー、僕絶対にボーダーは回さなきゃダメだと思ってつかね、ボーダープラス2とか3ぐらいで回して放置でいいと思いますよ。この台で利益取ろうとするんだったら入れない方がいいです。利益取っちゃダメなんですよこいつは。じゃあなんでかっていうと、これを巻き絵に例えばね、サラリーマンさんだったりエンジョイ勢の方だったりライトユーザーの方が、例えばね、エヴァとかスロットで3万4万負けましたって時に、このコーナーがある程度回ってくれるってなったら一発逆転狙えるんですよ。でもこのコーナーがしっかり回らないなってなったらそもそも打たないじゃん。というかね、この16分の1を刺さなきゃ出玉にならない機種ってやっぱ打ちづらいのよ、ある回ってくれないと。だからこそせっかく導入して、しかもそんなに多い現存する機種じゃないから、この台はもう見ただけでちょっと打ちたくなるようなメンテナンスしてぶました方がいい。21ぐらい回していいと思うよ。赤になるかもしれんけど、次ね赤になっていいんですよ。でこれ計算しやすいんですよ。16分の1引かれたら1万2000発出るだけなんでブレないんですよね。16分の1 2回も3回も1日引かれたらもうそれはお客様にやられたつって、やりやがったつって、逆にお客さんがもう16分の1を何回当てても引けなくてボロ負けすることもあるはずなのね。で俺このここのコーナーを盛り上げていきたいってのもあるのよね、常に誰かいる。でじゃあボーダープラに回したらお客さん専業ばっか座るんじゃないの。座んない座んない、俺が専業だったとしてもこんなお金こう座れるかっつって、なんか言おうとしたぜ。あ、ここ見てる、あ、バイブしてるバイブしてるバイブしてる、保留解析保留解析だそうです。
いいじゃない、これは当たったろ。赤保留ってことか。あ、ここの色ね。じゃあ今その手前緑保留だったんだ。わしじゃ。どうしてんの。やっぱドットいい、ドットいい、ドットいい。発射発射。ドットやっぱね、ファミコンスーファミ世代にはドットが刺さるんだよ。はい、来た。5500円、108回転目ですね。あー夏い、あー夏い、これだけで、これだけでご飯3杯食える。俺聖夜打ってる時に楽しんでね。さあさあ来ましたよ。え、ノイズ走ったの。あ、 ちなみに俺絶対ラウンド中の消化フェイスなんて見た、調べたら多分チャンスアップパターンとか作ってると思うんだね。俺絶対そういうの見たくねえから、これに限っては。俺調べてねえからマジで。さあ2ラウンドの弾をもらって、ちょっちゃんちゃららら。よし、ここで調べていい、ここで調べていい。マジであのままなの、あの時のままなの。チャンスアップパターンとか作ってねえの。いいよそれで。一つ気づいちゃうことがあるの、気づいちゃうことがあるの。言っていい、先にラウンドランプ見ちゃったから分かるんじゃねえの。だからラウンドランプ見たくねえんだ。ここにいるの、ここに。多分ね、ラウンドランプ見たら分かる。でノイズが走り切ったらなんか神の実験かなっていう昇格演出があるらしくて、多分そっちが強くなってる。だから多分ね、神の手、神の実験か、そっちじゃないと多分天使は2ラウンドですね、出ねえんじゃねえかなって思う。2ラウンドだからサックス、あ、そうそうそう、ここ見ちゃうのもって。あのね、僕1万円のつもりだったんですよ。1万これ5000目なんですよ。まだ当たり2回じゃないですか。もう1万ぶっ込んだら何にもね、この良さを伝えきれてないと思うんで、もう 1,2 回当たるまで頑張ります。はい、2万5000円ちょうどなくなるところで当たる。おお、299回転もかかったよ。右打ちじゃ、V を狙い。やべ、球がね、すいません、ちょっと球いただいていいですか。すいません、すいません、ありがとうございます。これで取り、あぶねどうも助かりました。最後の最後でした。これも懐かしいやり取り、ありがとうございます。あくまでした。あぶね、左に戻すね。300回転はねえよ。でもこの台でも本当ハマったよ、昔も異常に。ということでね、ここらで退散しますか。ということで金山店さんね、この台5台ありますし、ノンストレスで打てるんで、一旦ねちょっと僕負けした時に3000ぐらい打ってみてください。ちょっと待って、これ当たったらやべえの。ちょっと1000円外れましたね。はい、ということで振り返り、ちょっとね長くなるんですけど、2つ言いたいことあるんでついてきてください。結果さらっといきましょう。セイントセイヤ投資690枚、回収9150枚、おめでとうございます。ファンキードクター投資6250玉、なんでこっちの方がたくさん突っ込んでるのか、回収ゼロ。なんでだろうな、普通投資逆じゃないって思うんですけど、まあささっといくね。まず1つ目、ファンキードクターをなぜ打ったか、これ言いたいことの1つ目ね。高知競馬で一発逆転ファイナルレースってのがあって、高知競馬が復活した最大の理由があのレースなんですよ。本当に面白いんですよ。パチンコやスロットにもそういうコーナーが欲しいなと思ってて、僕常々ね、それがファンキードクターなんですよ。 6% 引きゃ勝ちじゃん、一発逆転じゃん。ただどうしてもやっぱ 6% 引かなきゃダメだから、一歩踏み出せないんですよ、なかなかね。金山店さん5台も入れててね、ぜひとも一発逆転ファイナルコースとしてより盛り上げてほしいということで、今日絶対打つつもりだったんですよ。打ってみたところ、ボーダーレーンありました。うん、 18.6 なんですけど、ボーダーライン。しっかりね、それその前後は回ってて、ノンストレスではあったんですけど、寄せさん、金山店さん、これじゃ実は足りないんですよ。お店的には頑張って
本当に損益分岐回してて利益取ってないの僕は分かるんですけど、別の他の機種、例えばリゼロセカンドシーズンとかだったら全然それで十分だと思うんですね。あいつは違うんです。 6% 引かなきゃ店の価値、 6% 引いたらユーザーの価値という台なので、ボーダーぐらいだとやっぱほとんどの人がね一歩踏み出せないんです。 6% 引かなきゃいけないから。でそこで僕からの提案、ボーダープラスに行ってみません？ 20.6 回、いいじゃないですか。1215台もあるお客様たくさんいる、その中でボロボロに負けちゃったお客さんもいるわけですよ。一発逆転夢見れるコースをボーダープラスにでご用意いけると思うんですよね。怖いな怖いな怖いなってなるのをこう尻込みして逃げるところをボーダープラスに回りますよ。回るんですか本当に。回りますよ。 6% 引けば勝ちですよ。ボーダープラスに期待値あります。逃げるんですかお客さん、当店から逃げるんですか。本当にボーダープレーにもあるの。回ります。あんた、あとはあなたが 6% 引くだけです。これぐらいね、大げさに言ったけどこれぐらい怖いの。 6% 引かなきゃいけない勝負って多分ね、それだけ回しても黒字の日あります。はい、ということでファンキードクターへの愛、そして金山店さんならきっと実現してくれるであろうファンキードクター連日ボーダープラスに一発逆転ファイナルコース作ってみてくださいね。よろしくお願いします。これが一番今日言いたかったこと。はい、せいやはっていう、せいやあれだけでりゃそれ面白いよ。それはね、5号機でああいう思いをした人たくさんいるんだろうね。それはやめないよね。俺もまた押したくなったけど次打ったら怒られると思うんで次はないかな。うん、あれ動画ね本当エイトルの大変だなって思うからちょっと怖い。うん、せいやで言いたいことっていうかスロッターに対して言いたいことがすごくあったの。これ言いたいことに結論から言うと、今日僕9800万円一撃で出したじゃないですか。あと一歩で満枚だったよね。これさ、ぼやく人いるんだよ。このぼやく人大嫌いなの。僕偏見かもしれないけど、しかもこのぼやく人ってスロッ、あの演者ライターに多い気がするのよ。偏見だったら偏見ですって言ってください。だから例えば今日エンディングやってるじゃないですか。9800万一撃でいきました。最終的に9150万円まんまい出せませんでした。お疲れ様です。いやー悔しい。9800万一撃9500万円、あと200枚でまんまいだったのに、まんまい目指してもう少し頑張ったけど結局まんまい出せませんでしたっていう演者ライター全員ぶち殺したい。ぶち殺したいです。であのさ、1万枚と9800枚のたった200枚のその差に、でなんで悔しがる要素があるのと、そんなちっちゃなことにこだわるんですかと。これがすっごい暴言吐くんで気をつけてくださいね。二通りのタイプが言います、スロッターには。まず A、 これすごく多いタイプなんですけど、あのね、万枚とかいうね、どうでもいいことにこだわって、もうそんなおちょこのちっちうず裏ぐらいのちっこいちっこいちっこい器してから、あの9800万一撃で出したのにそれを喜ばずに先に万枚に届かなかったっていうね不幸アピールをするの。何も不幸じゃねえからな、お前は。9800万も出といてお前は不幸じゃねえからな。俺これね25年言いたかったの、4号機の頃から。すっげえ多いんだもん、万枚いかなかったぐらいで。ギャスかギャスかピースかピースかさ、そういうやつさ、よくね9800枚出りゃさって思うんだよ。おちょこの裏の器してやがってよこの野郎っつって、すっきりだから、すっきりした、あ超すっきりした。ごめんね本当に、25年貯めてたものがいっぱい。すっきで、みんなこれどう思う？正直俺に賛同する人って結構いると思うんだ。で逆にもう一つのタイプ B、 これがジャイロ君のような器のでっかいでっかいもう人間できてるタイプね。よっしゃ9800枚、あーすっげー楽しい、あーと200枚で万枚、ま、一撃万枚か、あーでも十分出たしもいい、あー楽しい、もう十分十分十分っつって、万枚別にいいよこんだけ出りゃっつって、で最終的にちょっと、まあ、9150枚まで減って終わったけど、全然万枚なんかどうでもいい、あーよかった、9800枚9000枚も出た、ありがとうございます。でまあ最後一応万枚、あ でももう少しは万枚だったんすねっつって、まあできれば万枚行ってみたかったけど別にっす、こんだけ出たもの超楽しかったですっていうのが B タイプ。俺 B なんですよ、マジで。あの万枚とかいうことにそこまでこだわる器のちっこい人間の気持ちは死ぬまで、例えばあの陸道輪廻とか食らって、あの輪廻転生とかされしてもして、また人間に生まれてもわからない、そのたかが万枚に届かなかったぐらいでぼやきから入る人間の気持ちは僕一切わからないし理解したくもございません、ということをね言いたかったです。皆さんどうです？僕と同じ気持ちの人すごく実は多いんじゃないかと思うんですよ。でも言えなかったでしょ、なんかスロッターの空気として万枚届かなかったことを嘆かなきゃいけないみたいな風潮あるじゃん。1万200枚と1万枚の差ってね気にしないじゃん。なんで9800枚と1万枚の差ってそんな気にするの。いいじゃん9800枚で。はい、ということでね、あちなみにこれ動画になってるんで他のライター演者ぶち器のちっこいとか言うなとか、例えば大御所さんたちが見たとして、こいこのジャイロの生意気だな、万枚いかなかったことをうわーってやったらこんなに言われるのかよって言われたとしても、俺覆しませんこの発言。覚悟して言いました、覚悟して来てる人ですから。はい、
だって俺間違ったこと言ってねえと思ってるし。ということでね、皆さんね、最後なんかすっきりして大変申し訳ございませんでした。はい、というわけで今回はこの辺で、また次回さよなら。でもだからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで出発の時がないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。俺負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ。手も立ちしないよ。これ来たから。